ここからの戦いは明日のファイナル進出かけての準優勝戦です。まずは一つ目第10レース1号艇三重の桐本康富、2号艇群馬の上村純一、3号艇東京の寺本重信、4号艇東京の浦田信義、5号艇広島の佐々木秀樹、6号艇広島の岩井茂です。6艇バック側枠なりに並んでいます。1号艇は桐本康富です。今季リズム好調、その勢いのまま昨日から3連勝。さあ予選トップに立つ1号艇桐本康富、勢い乗ってファイナルポールポジションとしますか。1号艇桐本が陰線です。2コースが2号艇上村純一、気力もリズムもよく気合の走りで水面を駆け抜けています。3コースに3号艇寺本重信、ドリームメンバー今日の前半戦逃げて目下連勝中。4コースが4号艇浦田信義、前回の V モーター相棒、トーチ連続のファイナルを狙います。5コース5号艇佐々木秀樹、6コース6号艇岩井茂と着をまとめている2人です。進入はインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。準優勝戦第10レース、飲水機の2人がスタートを決めて出ていきます。1周の1マーク、逃げる1号艇の桐本、2号艇の上村の差し、3号艇寺本はまくり出していく。向こう正面は1号艇桐本が先頭。スタートは前提正常でした。先頭1号艇桐本、2番手が2号艇上村、3番手は3号艇寺本、その後ろは5号艇6号艇4号艇。1周2マーク、1号艇桐本がトップでいく。2番手2号艇上村の懐、3号艇の寺本の攻めはここは届かない。2番手は2号艇上村純一、全速旋回でかわしていきました。上の3艇1蓋3の体型、レースは2周目。先頭は1号艇桐本康富が逃げました。2周目の1マークトップで旋回、2番手が2号艇上村純一、3番手は3号艇寺本重信です。先頭から1番2番3番の体型です。4番手が5号艇佐々木秀樹、5番手は6号艇岩井茂、最後方4号艇浦田信義となっています。2周2マークトップは1号艇桐本、2番手が2号艇上村、3番手は3号艇の寺本です。レースはこれより最終周回に入ります。準優勝戦第10レース、先頭は1号艇の桐本康富、逃げて主導権を奪っています。その後ろ2番手が2号艇上村純一です。3番手は3号艇寺本重信が今1マークを旋回し、最後のバックへ入りました。上の3艇は1番2番3番です。1、2、3、3連単のつば 5.8 倍を指しています。最終ターンマークトップで旋回に入る1号艇は桐本康富、ファイナルポールポジションへと向かっていきます。2番手が2号艇上村純一、3番手は3号艇寺本重信。準優勝戦第10レース、まもなくゴールです。1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、6番4番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。